こんにちは、りょうこばばです。今日は1月6日なんですよね。それで年明けに動画アップしたのがこのアルパカとここのあのクマさんなんですよね。クマさんは昨日だったんですけど、このね2つを動画アップしながら編み、アップしながらまた別にねもうせっせせっせ編んだものがあるので、それをちょっと紹介したいと思います。暮れにね紹介したものとほとんど変わらないんですけど、また今回もね私の大好きな主将をね編んだんですよね。それでちょっと編んだものをね紹介したいと思います。また5個なんですけどね、主将5個こんな感じで、こんな感じで編んでみました。これもね以前ねご購入されたからねされた方から年明けでいいからまた編んでくださいということで依頼があってたんですけど、なかなかね動画を撮るのに時間かかるじゃないですか。それのもう本当合間合間にっていうか、持ってる糸をね探しながらこんな感じで編んだんですけど、以前ね暮れに出した時は大体シュシュにつけるねお花は編みためていたものがちょっとたくさんあったからね、それをこう配置を見ながらシュシュに縫い付けてたんですけど、今回はねシュシュは早く編めるんですけど、そのシュシュの色に合わせてこう花とかも色を考えながらね編むので、本当今回はちょっと今回の刺繍作りはちょっと時間かかりましたね。もうバタバタしてね作ったんですけど、まあ作りよる途中にね疲れたりして、ああもう飽きたなと思ってねちょっとやめたり、ああ注文品だから早く編まんといけないなと思いながらまた再開したりしながら編んで、やっと今朝ね編み上げたんですけど、やっぱりこのシュシュの色に合わせてね花の色とかあまりこう地味になってもいけないし、なんか可愛い目でっていうね依頼があったんで、可愛くするにはねやっぱり色の配色とかシュシュとねお花の色の合わせ方とかね、このシュシュにはこの色のシュシュにはこんな色の花がいいかなとかね考えながらちょっとしたもんだから考えるのにね時間かかって、なんとかこうやっとできたんですけど、これなんかは今朝もシュシュはね早く編んでたんですけど、このグレーのねシュシュに対してこう可愛くするにはどうしたらいいかなとかね考えながら、まあお花の色を決めて編んで縫い付けて、今回はねボンドではねつけてないんですけど、全部こう糸で縫い付けて完成させたんですけど、これがもうボンドできたてほやほやです。これねグレーのちょっと地味な感じのシュシュにはまあこんな感じのがいいかなと思ってこんな感じでねお花つけたんですけどね、でブルー系はブルー系っていうか水色系のシュシュにはちょっとシルバーのねラメ入りをつけてみました。こんな感じで可愛い依頼がね可愛い系でって言われたのでね、これはねピンクのシュシュを編んだ上にまたこうネット上にねダブルにこう仕上げて、でお花をつけました。こんな感じですね。これも可愛いですよ、向こうとこっちとね2色使いでネット風に編み上げて仕上げました。これはねもうピンク系でお花もまあちょっとオレンジっぽいんですけど、こっちの色とねこのお花と色は同じです。30お花を30にして
真ん中にねドーンとつけて仕上げました。そして後ろの小花もねつけてから、こんな感じで、こんな感じになるんですよね。どんな風な使い方されるんでしょうかね。でこれはちょっとグリーン系のシュシュにパッと明るいアイボリーのねお花と、ポイントにパープルのお花もつけました。こんな感じで5個のねシュシュの依頼を受けてたので、なんとかやっとこう編み上げて仕上げることができました。やっぱり依頼があるとね、早く編まないといけないとか、どんな風にしようかね、可愛くしてっていうことだったんで、どんな風にしようかなとか考えるときは楽しいんですよね。でもなかなかこう色味をこう種子の色と合わせるのにちょっと時間がかかったんですけどね、やっとできました。これでね喜ばれるといいんですけど、またこうこれが終わってゆっくりねこう動画アップの作品をね考えていこうかなと思います。今回はね完成した種子をちょっとご紹介したかったので動画にしてみました。短い時間ですけど、ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。